はい、では本日のお酒はインドの青鬼。うん、苦味があって独特の風味がありますね。うん、これはもう誰でも好きな味な気がします。今回この生ハムの塩分があるんで、チーズをカッテージチーズ結構塩分控えめなんでカッテージチーズにしたんですけど、クリームチーズの方が美味しいかもしれないですね。だいたいオリーブオイルとニンニクと唐辛子で炒めたらだいたいどんなものも美味しくなりますよね。ごちそうさまでした。